皆さんこんにちは、森崎アリスです。はい、今日の動画はですね、アリスちゃんの髪ってどうやって染めてるんですかっていう質問をよくいただくんですけれども、セルフカラーで実は何回もねやっていて、最近は美容室行ったりとかお仕事の時はしてるんですけど、セルフカラーの時もあるので、ちょっと早速ですね、ブリーチをもうかけてしまったので、本当にちょっとよくわからないブロンドなんだかピンク混じりのよくわからない色になってるところなんですけれども、今回はその、ブリーチの段階から本当は撮ろうと思ったんだけど、ブリーチしてからの工程を撮りたいと思います。はい、いつも私が使わせていただいているのはエンシールズのカラートリートメントになります。この色が今ねまさにここに入ってるんだけど、ベイビーピンクですね。でこっちが夏ということで、夏といえばキキララちゃんということで、こうちゃんと私の色をですね髪に入れようかなと思って、今回はキャンディーブルーを購入しました。でまず髪を洗ってからこれを塗布していくんだけれども、まず用意するものだけご紹介していきたいと思います。用意するものはこちら、なんか今100均でねカラーリングセット、2回分だった、2回分もなんか売ってて、でカラーリングキャップと、イヤーキャップも入ってるし、でカラーリングね、このねブラシも入ってるんですけど、ハケではないのでちょっと使えるかはわからないんですけど、カラーリングセットっていうものが売ってたので買ってきました。あとブロッキングをねこうやって一箇所一箇所でこうしていって、ここに塗ってみたいな感じでやっていくので、こういうピンだったりとか、私はピンが2個しかないので、このカラーゴムでちょっと何をどうしてブロッキングしていこうかなって思ってます。サランラップとアルミホイルを用意してください。サランラップは最後の仕上げの時にこう温めるために、ポキ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 言ってる、温めるために使うんですけど、アルミホイルは私いつも髪のねこのなんていうんだろうな、部分部分で色が違うので、アルミホイルでパタッてやって締めちゃった方がすごく楽なので、メデューサみたいになるってよく言われるんですけど、まあ、今日はそれをやっていきたいと思います。はい、ということで今髪を濡らしました。プロレスラーみたいな、このゴムを使ってブロッキングをしていきたいと思います。とりあえず、こことかがもう私伸びてきてるので、ここも全部ピンクを塗布していくんですけれども、引いたクリアクリーム とこの使いかけのベイビークリームを足して、ちょっとここが薄いのでそこに合わせて作っていきたいと思います。それではここ以外のブロッキングをしていきたいと思います。ここインナーカラーなのでここだけちょっとブロッキングをします。で、クイッと上げておきます。であとの耳の周りとかはこうやって止めた後に、こう前髪は一応なんだメッシュになってるんですけど、熱いの分かる、すごい熱いんだけど、ああもうやだ、染めちゃいますか。でメッシュの方がいいよね。で染めるか。はい、ここね、ここを全部染めます。ほら、色が、なんか私の好きなターコイズっぽい感じにはなっている。すごい、めっちゃ敵対している色みたいな。ここだけちょっと紫が入っている。こいつ気になる、なんだこいつは。畳んで折って
折って折って折ってピン。はい、でこれで、放置時間20分ぐらい、2、30分放置をしたいと思います。はい、できました。なんかすごい色になった私個人的にはここの色がすごい好きなんですけど、なんかとりあえずここの色がすごい色になった。やばい。とここの色がキャンディーブルー、ちょっとあれですね、色違っちゃった。どっちかというと私の 目の方にか近いかもしれない。ちゃんと染まりましたね。ほら、染まったけれどもっていう、なんか派手になっちゃったねあ、そうだ、そう、なんでだからこの色にしたかってさ、一番はさ、これなんだよ。こうちゃんと私がいつも一緒にいるみたいな感覚で、なんかそういうなんかファンタジー的なね、要はファンシーな思いでやったやつなんだけど、ちょっとこうちゃん連れてくる。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、このこうちゃん、こうちゃんと私なんですけど、いい感じにマッチしてない？ほら、私とこうちゃん、こうちゃん、こうちゃんの色、ほら、あ、ちょっと声こっちなんか、私とこうちゃんみたいな感じになってますかね。はい、はい、ということで、今回は森有流セルフカラーリングのやり方でした。こちらのエンシェルズのキャンディーブルーと、はい、ベイビーピンク、 この色でできました。色は落ちるものだから、とりあえずはい、このまま今日はお出かけしたいと思います。ということで、森崎有栖でした。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。じゃあ、痛い。